村田です。今日はね、ついに家で前中をしていきたいなと思います。で、当たり前なんだけど、やっぱね、前方のトレーニングっていうのは感覚も含めて前中とかをね、やっていかないと上達していかないわけなんですよ。で、全然ね、最近やっていなかったので、今回に家の中でね、前中をしたいと思ってるわけですね。なんだけど、前中ってバク転とかバク宙と比べると、その場からやるっていうのがものすごく難しいんですよ。ゼロから勢いをつけるっていうのがバク転とかバク宙と比べるとすごく困難なんですね。このような感じでフィットネス用のミニトランポリンと着地に十分配慮したステージでやっていこうかなと思います。やっぱりね、ちょっと自分の体もそうなんだけど、床が怖いんですよ。前宙ってこうね、ソフトに着地するのがバク宙と比べると難しくって、でこの床がね、嫌だよね。こうバーンってね、最初のキックで衝撃がまず怖いのと、で着地のこれでドーンってね、来る2段階のこの衝撃が床に対して怖いのと、今時期絶対怪我したくないでしょ、病院行きたくないでしょ、っていうことで、ちょっとねこれでやっていきたいなと思います。まずアップですね。こんな感じ。まあ上はバク宙と違ってそんなに気にならない、ぶつからないかなと思うんですけどね。行き過ぎた時のここですよね。いや、ほんとね、前宙がね、その場で短い距離でやることってあんまりないのよ、バク転バク宙と比べるとね。あとさ、こういうさ、もちろん家とか狭い空間でやるっていうことがまずね、ないっていうか経験上ほぼないからね、若干怖い部分はあります。いけるかな。こうだね。普段前宙はね、やるとき自分も走ってきてこういう感じでやるんだけど、その場からね、やった方がトレーニングになるし、その場からね、やるときはこれちょっと難しいんだよね。上から振り下ろす系の方が勢いを作りやすいので、今回はこっちでね、やっていくんですけど、それにしてもね、経験が少ないことを今家の中でやるっていう、もうチャレンジだよね。こう来て、おね、オッケー。ね、回れるとは思うんだけどね、ちょっとね、多分大丈夫だとは思うんだけど、何かあってぶっ飛んでしまった時のためにクッションでね、壁を固めておこうかなと思います。ちょっと靴下脱ぐか、いつも通りの環境を作り出すために。しゃあ、いきますか。今までの経験を頼りに思い出してやるしかないですね、まあ、最近やってないのにね。よし、いくぞ。いきます。できるかな。できないと死亡する。よし、おー、意外と余裕だったな。よし、一回できればね、まあいけるので。あぶねー、あぶねー、あぶねー。一回、あ、ダメだ、動いちゃった。2回、さ、あ、ダメだ、動いちゃった。あ、3回。いや、現役時代はね、前宙着地止めよくやってたんですよ。まさかね、家でやることになるとは思ってなかったですけどね。いや、やべ、今回はね、前宙の着地止めトレーニングを何回かね、家でやってみたんですけど、いや、 やっぱ楽しいね。楽しいのと、やっぱりいくらできると言っても怖いね、慣れてない状況でやるのは。だからやっぱこうね、積み重ねっていうのが本当に必要なんだなっていうのを改めて実感しますね。あとはやっぱりね、こっちのね、前方系のこの胸の使い方のトレーニングが久しぶりにね、たくさんできてよかったなって思った。やっぱりね、一番いいのはね、前宙なのよ、これのトレーニングって。飛び込み前転とか、こう地上でただこういう風にやるのも一応トレーニングにはなるんだけど、その最上級、一番ベストなのってやっぱり前宙じゃん。回転するのに比べたらやっぱりさ、
こう飛び込み前転とかこれだけって劣るじゃないですか。だからそれをね、実際にね、久しぶりにたくさんできたのは良かったなっていうふうに思いました。普段このチャンネルではですね、王道的なね、解説もするんですけど、今回みたいにね、家の中でぶっ飛んだことをやったりとか、あるいは結局ね、家の中でできることっていうのが、みんなが平等にね、あんまり環境に左右されずに、まあ、練習できる方法だと思うので、そういったことをですね、もっと分解に分解を重ねて、その技を習得するには、上達させるためにはどうしたらいいのかっていうことを、もっとね、こう、いろんな方向からアプローチした解説っていうものをしますんで、もしよかったらチャンネル登録、高評価してもらえるとすごく励みになります。以上、村田でした。バイバイ。